ジッププラス3よいしょ。ずいぶん溜めたね。はい、どんどん長くなっていくんで。指揮者みたいな。次ちょっと指揮も入れてやりますね。あとおでこ大丈夫？ねえ、おでこどうしますか？ずっと引きするじゃないですか。いやちょっと今日小芝風花さんと阿部さんがこう急ショットかな、うん、なんか時間を言うタイミングがあって、うん、わーって平松さんと一緒にはけたら目の前ガーンって何かがぶつかって見たらモニターの角。うわめっちゃ痛かった。スタジオってね、あの身長のもう顔ぐらいの位置にこうでっかいモニターがあって、そこでオンエアが映ってるんですけど、ちょうどこの、ね、この四つ角のうわーいゴーンってぶつかってて、私の身長162センチのこのちょうどジャストにここに角が来て、身体測定かと思った最初。ちょっと今押すと痛いです、ね、内見でしかもさっきまであの別に何も言ってなかったのに、あのオンエアの途中に大丈夫って言ったら、あ、痛いって言い出して、言われて痛いことを思い出して思い出させないでくださいよ、忘れてたのにまた思い出した。最高だな。痛いで言うと、はい、天気さんがね、なんかね、うん、最近か、最近金曜日のオンエアが終わると、うん、すごい疲れてる。え、そうなんですか？いやね、いや暑かったり雨が降ったりね、あとあと安倍さんとのことを言いたいですか？出ました、伝統の一戦。全然伝統じゃない。全然天気さんは、はい、気象予報士の資格を持ってらっしゃるんです。持ってます。あ、天気さんも持ってるんですね。持ってる。安倍さんだけじゃないんです。持ってる。何をやられてるんですか、じゃあ。ジップで。そう、天気さんも持ってらっしゃる。持ってる。秋葉原で売ってたんですから、こうやって。え、資格がそれ正式なやつですか？いや姉ちゃんの気象予報士でいらっしゃいますけど、はい、で安倍亮平さんもね、うん、気象予報士持ってらっしゃいますから、はい、まさかの1番組に多い時で3人のね、はい、あの小林さんもいらっしゃいました。はい、そうそうなの、板にはいらっしゃる。はい、はい、どう、やっぱそれで疲れるところあり、いや それで疲れるとかじゃないですか。疲れるとか言ってない。それはダメです。変な感じします、ね、うん、でもなかなかないの で、 そうですよ、ね、楽しいは楽しいですよね。はい、はい、で疲れてるのはまあいろいろね、雨が降ったり暑かったりするからですから、そうですね、今日ね一段と、はい、てらっしゃるんですよね。老けてらっしゃる。言うね。言い方よ。言い方。さっきね、ご自身がおっしゃった。そう、もうね、やっぱ大変ですよね。梅雨時はやっぱちょっと大変。大変。ああ、そうですか。はい。その湿度のバロメーターとして我々いつもあのスタジオの中からこのこれですか？天気さんのアフロの直径で測るという。はい。そうなんですね。今日は、はい、今日はちょっとやや湿度が高い。潤ってますね、じゃあ。はい、潤ってるとちょっとちえ、どっちなんですか？どうなんでしょうね。まあでも。縮まるから、まあ、湿度高いんでしょうね。そうですね、はい、多分こうキュッてなる、はい、で晴れて乾燥してみたらバーってなるっていう、このぜひそこ見て、頭がこう大きいと、あ、今日はいい天気だって、いい気持ちになりますもん ね、 だからよく今日天気さん今日ちっちゃくないとか大きくないってたまに言われますね、はい、お天気コーナーの後に話してますよ。そう、だから今日はちょっとジメッとしてるなってここでわかるんです。フードかぶったのね。あ、そう雨がね降ってましたから、はい、そっか、いや7月ですよもう。はい、という間に早い。4月早いっすね、ほんま早いですよ。もう上半期終わりました。半分2週間も終わったし、7月もね、うん、はい、早いな。上半期なんかありましたか？上半期何なんですか、塩分チャージは。塩分チャージタブレッツ。あ、確かに出てますよね。ありがとうございます。 CM、 はい、ZIP のスタジオで CM 来るよねっつってね。来るよねっつって。いやびっくりしましたよ。めちゃくちゃ笑顔だから、いただいた時、はい、絶対ドッキリやと思って結構警戒されてた。はい、いやそんなことないやろと思ったら、はい、ほんまに台本があって、はい、で あのいつもよりもポップな感じなのか、ジャケットを着て予報士っぽいのかももう分からずに、はい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 、で、まあ、行ってみてこう分かるという。なるほど。でここはちょっと予報士っぽい感じでっていうところと、はいはいはい、ここはちょっと楽しい感じでみたいなのがあって。台本とか結構読み込んで役作りとかしたんですか？もう役作りですよね。役者経験も。でも難しかったんが、関西弁イントネーションが難しかったです。関西弁で喋れって言われた。いや逆なんですよ、あのラムネ菓子ですっていうところがあるんですけど、ラムネ菓子ですか、なんかね、ラムネ菓子でめっちゃ関西弁じゃないですか。なかなかラムネ菓子が難しかった。チャーシュ箱かみたいな。こちらラムネ菓子です。ラムネ菓子ですわ。ちょっと見てみたいですね。ラムネ菓子です、ね、もう一回お願いしていいですかって言って何回かやったんですか。やりました。ラムネ菓子何回かやりましたね。
で途中からもう何が正解かわからなくなってて、はい、たまにこれ何やったっけっていう時ありますね。ね、まあ、すね、林田もね静岡だし、うん、僕も関西なんで全然たまに未だに分かんなくなる。なんかあります最近。僕でも最初こっち出てきて分かんなかったのが行われるっていう。行われる。行われるとかって言ってたのな。おお。変な発音の。行われる。行われる。なんか。そっか言われてみると。あ、それでいいんだみたいな。行われる。確かに。折りたたみ傘言ってください。あ、それ。え、なんですかなんですか。言って、あ、じゃあ、はい、ネイティブ折りたたみ傘。え、私ですか。ちょっと言ってみて。折りたたみ傘。ああ、さすが東の人間じゃね。はい。本当だ。え、出るねんやっぱそれ。せーので言います。はい。せーの、折りたたみ傘。おかしくないですけど。これで別にほんまに普通のこれなんですよ。折りたたみ傘。そう。極端に言ったらそうですね。みでアクセント。折りたたみ傘。これはねもうオンエアも直ってないんですよ。え、直ってないんですか？直ってないです。もう無理なんで、はい、折りたたみ傘って言ってますね。何のその間違ってるっていうか共通語標準語ではないという認識もなく、うん、折りたたみ傘、うん、そうです、ほんまにそうです、はい、これはもう治りもしない、うん、ありますよね。治んないものありますね、はい、私も母が愛知出身で父が福岡出身なので結構家の中ではもうごちゃ混ぜで、はい、いろんなイントネーションがあって、はい、あとイントネーションだけじゃなくてまあ、方言こっちでは使わない方言みたいなのもあって、うん、はい、窓がパーパーっていう。窓がパーパー、わかります？え、天気さんの髪の毛のことパー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 しますけど、それパーパーしてますけど、それとは別でこれ当たり前で窓がパーパーじゃあ当てたい当てたい、通じなかったのがびっくりして。窓がパーパー、はい、当ててください。え、もうパーパーってもうパーパーじゃないですか。もうひび入っちゃってると。違います。開いてる。正解です。なるほどなるほど。完全に開いてるみたいな。窓がパーパー。え、笑うでしょ、うん、笑うでしょ。面白くないんですよ全然。ああ別にね、そうそう、あの受け狙って言ってるわけじゃない。パーパーはでも分からんな。窓がパーパー、はい、オンエアでは言ってないですけど、あ、方言だったんだっていう気づきは結構ありますね、アナウンサーになってから。なんか真面目な顔して、はい、天気さんとかのお天気解説で、はい、じゃあ今夜は暑くなるんで窓をパーパーにして寝た方がいいですねとかって言ってた可能性がある。言ってってって真面目な顔で言う可能性あります。あ窓しっかりパーパーに開けた方がいい。やろうよそれ、言おうよ。言ってる。林田って言われるよ、そしたら。林田みたいです。あとこれ僕一個関西じゃないんですけど、はい、一個めっちゃ思うことがあって、ベルギーっていう国ある。ベルギー、はい。ベルギーってめっちゃ関西弁じゃないですか。ベルギーいいか。なんか。あ、確かに。そう、関西弁みたいな。アクセント関西弁みたいなアクセントじゃないですか。ベルギーってめっちゃ関西弁やな。関西弁や。なんか標準語っぽく言ったらベルギーなのかなとかって言って思う。ベルディみたいけど、はい、そう、東京ベルディみたいな感じです。ベルギーってめっちゃ関西弁じゃないってほんまや、これ未だに思ってる人生で。ちょっと親近感覚えるんですね、うん、ベルギーに対して、うん、面白っ。ドイツ、フランス、ベルギーで順番にちょっと言って。ドイツ、あ、まあ、標準語ね、うん、フランス、うん、標準語、ベルギー。めっちゃ関西弁。めっちゃ関西弁やん。ほんまや。そんな気しません？ね。え、関西弁できてます。できてる。ベルギー。折りたたみ傘。折りたたみ傘。いいね。やった。嬉しい、なんか。見でだいぶ顔に力。眉毛ピクッとやっちゃった。じゃあベルギーって急に雨降ってきたらどうする？文章にする。急に雨が降ってくる。そうそう。カバンの中に何かね。ベルギーで折りたたみ傘使った。上手。うまいな。私もちょっと関西人になりそうかな。いけるね、いけるね。ベルギーで折りたたみ傘。上手。ベルギーで折りたたみ傘。あ、いいですね。だって窓パーパーに開けた。あ、いいね。いいね。絶対言うときないんやろな。窓パーパーにしたら雨入ってくる。ああ、なんの。これ文字起こし、今 YouTube ってあのね文字にも、はい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 、あれ見たら多分何の内容もないです今日。何の話？タイトルどうしようかな。タイトルなし。タイトルなしでもいいかもしれない。はい。ということで、はい、今日のプラス3いかがだったでしょうか。いかがも何もないかもしれませんが、もしよろしければプラス3チャンネル登録、グッドボタン、コメントの3点セット。よろしゅうお願いします。